Sorry.全部ひっくるめて任せておきな。頼りにしてるぞ。ダッシュ。エアファング。これが効くか。これでもっと使える。それ。ビッグエアファング。オモロカゲ。イナズラッシュ。クラッシュアウト。それはファング。スラッドエッジ。またフライエッジ。私の敵をくっつけるから。セイナ。本当に強い。 どうだ。すごい派手な戦いぶり。だろ。もっと褒めてくれよな。 鋼の肉体か。いいね、憧れるぜ。 完成したね。 早く使ってみようぜ。
珍しいものがあったぜ。使ってみようぜ。ちゃんとできたね。早く使ってみようぜ。ちゃんとできたね。早く使ってみようぜ。ちゃんとできたね。早く使ってみようぜ。完成したね。早く使ってみようぜ。ちゃんとできたね。早く使ってみようぜ。早く使ってみようぜ。完成したね。早く使ってみようぜ。ちゃんとできたね。早く使ってみようぜ。ちゃんとできたね。早く使ってみようぜ。完成したね。早く使ってみようぜ。ちゃんとできたね。早く使ってみようぜ。完成したね。早く使ってみようぜ。完成したね。早く使ってみようぜ。完成したね。早く使ってみようぜ。これぐらいにしておくか。これでよしっと。記録しておかないと。しゃしゅ。1日の予定を立てるか。力比べなら負けないから。そりゃ頼もしいぜ、セナ。激怒。相変わらず見事だな。私が相手になるよ。俺が引き付ける。ありがとう。バタフライエッジ。それでもダメだって。気絶しろ。バタフライエッジになるよ。ワイン助かった。ハッ、よし行け。このまま攻撃を続ける。さすがだったのは。ゲッキロフライエッジ。ジャイアントスイング、クラッシュアウト。パワースマン、ワイドスラッシュ。この調子で攻め続けて。いけ、ブラッシュブレッド。ヘッドストライク。さすがミオちゃんだね。余裕余裕。私にかかればこんなもんだ。まったく、フォローする身にもなってほしいな。いいものを手に入れたぞ。エーテルは回収しておこう。ドン。地形情報を更新した。ミオ、暑さには慣れてきたか。今日は大丈夫。昨日よりも頑張れると思う。私が相手に
と戦える。ワイドスラッシュ、それエナスラッシュ、このまま攻撃を続ける。さすがだゼロは。パワーエナスラッシュ、スラッシュエッジ、ハンマーヘッド、この調子で攻め続けて。エアハング、ジャイアントスイング、セミニストライク、すごい派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。おびき寄せるよ。私が相手になるよ。ありがとう。激怒、このまま攻めよう。相変わらず見事だな。ハンマーヘッド、スラッシュ、エアハング、気絶よ、クラッシュアンダー、エアスラッシュ、このまま攻め切る、スイング、激怒、だんだん慣れてきた感じがする。やるなら今しかない。お、今がぶっ飛ばす時ってやつだな。おぼろかず、行け、ワイドスラッシュ、私が相手になるよ。最高のタイミングだ。パワーチャージ、アッシュフライ、バタフライエッジ、おぼろかず、スイング、エアスラッシュ、倒れて、ハンマーヘッド、エナ、いいよ、ハンマーヘッド、バタフライエッジ、俺たちブラッシュブレット、シードファイター。うまく戦えてるね。ああ、これからもこの調子でいこう。はっ、ここもきっちり探索しないとな。おびき寄せるよ。これからもこの調子でいこう。無茶こいてやられんじゃねえぞ。そういうのはうちの相方に言ってあげて。私が相手になるよ。これでもっと戦える。クラッシュアンダー、クラッシュ、バタフライエッジ、スラッシュエッジ、そっちはダメだって。ハンマーヘッド、そこれでどう、この程度、バタフライエッジ、俺が引きつける、もう一度暴れしてやるか。クラッシュアウト、闇まとい、ここをどいて、激怒、ワイドスラッシュ、スラッシュエッジ、余裕余裕、私にかかればこんなもんだ。まったく、フォローする身にもなってほしいな。
行くぞ。了解だ。作戦行動に移る。まずは一発。挨拶代わりだ。ヤンス、私は大きくなるよ。これでもっと戦える。ねえ、ちょっと聞いてもいい？ん？君のブレイド変わってるよね。ん？時折キラキラ光るあれ何？あ、すごいな、わかるんだ。目立つもの。そうか。話せないこと？いや、そんなことないよ。ノア君、まだそんなおもちゃ振り回してるのかい？ノポンにもうちょっとマシなもん作ってもらった方がいいんじゃない？おお、聞こえてんのかノア。ケッセル、ノア、まずいよ。ほう、無視ですか。偉くなったもんだなノア。別に無視してるわけじゃないよ。この型が終わってからならいくらでも。お、で何の話だっけ？ノア、お荷物のくせに調子こいてんじゃねえ！ヒラヒラと逃げ回りやがって！
まだ続ける。お荷物が、しまった。みっか、寝てな。ランゼ、組手は終わりだ。せこい真似すんじゃねえ、ゲッセル。数体だけのクソが生きりやがって。なんだって。明日の模擬戦楽しみにしてろよ。行くぞ。ノア、大丈夫？気にすんなよ。ああいうバカが真っ先に戦場で死ぬんだからよ。別に気にはしてないけど、武器を出せないのは事実だから、それはみんなにとって負担でしかないよ。俺は負担だなんて思ってないぜ。ありがとう。嘘でも嬉しいよ。嘘じゃねえって。どこに行く？リクのところ、折れちゃったからね。明日模擬戦だろ。新しい武器作ってもらわなきゃ。これは魔剣ラッキーセブン。遥かな昔、7人のノポンの刀匠が7年の歳月をかけて7種の白鋼から打ち出した、この世に2つとない技物も。魔剣ラッキーセブン。ランツ、お前のブレードでこいつを真っ二つに叩き切ってくれ。もいいのか、後になって壊したから弁償しろもとかなしだぜ。そん時はそん時も、とりあえず今は思いっきりやるもん。なんだよそれ。まあいっか、こいつを叩ききりゃいいんだな。行くぜ。すげえな、刃こぼれ一つしてね。当然も、だから技物って言ったもん。鉄巨神の装甲だって紙切れみたいなものも。これはいいよ。いいよ、それはいらないって意味も。うん、危なすぎる。ふーん、ノアはランツたちが死んでもいいもん。いいわけないだろ。でも死ねって言ってるもん。言ってないよ。戦わないってことは死ねってことも。別にこれで戦わなくてもいいだろ。ならなんでブレイドを出さないの？出さないじゃなくて出せな。嘘、リクに隠し事はできないもん。ノア、ブレイド出せるもん。出したくないから出さないだけも。リク、おい、本当なのか？ノア、お前、今まで、死んでよくないなら生きるも、生きるためには戦うしかないも、自分だけはとか、それは卑怯も。ま、気持ちはわかるけども。怖いんだ、戦うのがか。戦わないと生きていけないこの世界が怖い。そこで生きなきゃならない俺たちが怖い。ノア、やっぱりリクの見込んだ通りの男も。え？確かにこの刀は凄まじい力を持ってるもん。その気になればたくさんの命を奪えるもん。だからその怖さを知る者だけが持つ資格があるもん、ってリクの師匠が言ってたもん。ノア、ブレイドを出せるならそれを応用してこの刀を覆ってみたらどう思う？要するにこれの鞘を作るもん。鞘？普段はそれで戦えばいいもん。そのうちどうにもならなくなるとき、この刀の力が本当に必要になるときがきっと来るもん。そんときに抜き放てばいいもん。
本当に必要な時。そうも、ノアが今の気持ちを忘れない限り、いつかきっとやってくると思うも。俺に使いこなせるかな。こなせなかったら返してくれればいいも。また別のやつ探すも。あ、そう。そんくらい軽い気持ちで受け取ってくれればいいも。難しいことは考えないも。わかった。ありがたくもらっておくよ。あ、そうだ、リク。何も？名前変えていいかな？ん？魔剣ラッキーセブンってのはどうも。で、結局名前はどうしたの？え、名前？うむ、言いたくない。もしくは言うと恥ずかしい？いや、恥ずかしくはないよ。恥ずかしくはなかなかどうして感動のお話じゃない。感動ってのとは違うと思うけどな。でも懐かしいよ、すごく。この武器気づいたのミオで二人目なんだぜ。本当？それってすごいこと？かなり。一人目はどんな人？すごい人だよ。俺たちの命の恩人なんだ。みんな、行くぞ。いつも通り行こうぜ、ノア。まずは一発、挨拶があるぞ。ランス、気合が入ってるな。倒れて。セブ、本当に強い。フラファング、ジャイアント、スイング。こいつ、ハマはずっと。この調子で、今が攻めるんだ。闇まとい。ストライク！マーヘッド！ミオちゃん、見てくれた？うん、セナかっこよかったよ。邪魔するなら、戦って押し切る！そりゃ、分かり合っていいぜ！激怒！ワイドスラッシュ！俺が引きつける。これでもっと戦える。バタフライエッジ、エアスラッシュ、ジャイアントスイング、クラッシュアウト、マーヘッド、激怒、アスライ、バタフライエッジ、ゼロ、クラッシュアウト、ここはエアファング、ハンマーヘッド、ブラッシュブレッド、ワイドスラッシュ、激怒、ゼロ、私が敵を引きつけるから。ミオちゃん、セナ見てくれた？うん、セナかっこよかったよ。おっ、珍しいものがあったぜ。これを。オッケー、ほらよ。見つかったみたい。どうする？私が相手になるよ。これでもっと戦える。ハンマーヘッドスラッシュ、ゲッロースラッシュ、倒れて。私が敵を引きつけるから。セナ本当に強い。
だろ。もっと褒めてくれよな。もうじきイーグス荒野を抜けるね。これでどうやだ。激怒。私が相手になるよ。ありがとう。これでどうは折れて。ワイドスラッシュ。見つかったみたい。どうする。クロファイル。まずは一発で挨拶代わりだ。カワーヘッド。ワイドスラッシュ。おぼろかげ。気絶しろ。なんとクロファイル。危なげない戦いぶりだったよ。もうじきイーグス荒野を抜けるね。ミオにとって待望の瞬間だな。地形情報を更新した。そろそろ夕食の時間だね。やべえかもな。ああ、かもね。やばいって何がですの？石膏の痕跡だ。コロニー4か。コロニー 4？ 凄腕の軍務長を率いる精鋭揃いのコロニーもケベスじゃみんな一目置いているもん。間違いないのか。ここニールの谷だろ。ああ、間違いねえ。なんてことだ。こんなところまで支配域にしているなんて。あ、揺れてる。地震。いや違う、あそこだ。見つけたぞ、化け物ども。化け物だって。ノア、あれ。あれは。エセル。エセルってあの白金のエセル。知ってたのか。アグヌスでもその名を知らない者は少ないわ。白金のエセル、並ぶ者が絶無と言われる戦人。わずか100人の兵で同時に3つのコロニーを陥落させた話は有名よ。でもさ、エセルだったら。エセルだったらなんだ。エセルは昔私らを助けてくれたんだ。とても強くて優しかった、あのエセルなら。ノア。無駄かもしれないけど。ノア。大丈夫。エセル、俺だ。コロニー9のノアだ。以前コロニー14であんたに助けられた。いい剣だって覚えているだろう。コロニー14で助けただと。そうだ。そうか、
化け物を助けた覚えなどない。大丈夫じゃないじゃないか。無茶よ。もうごめん、もしかしてと思ったんだけど甘くはなかったな。隠れたか。だが子ね、エセル。ほんと忠実で好きよ。さあ敵は目の前、死の果てまでも追いかけなさい。決して逃がしちゃダメよ。実際に目にするのとでは違うな。次から次へとキリがねえな。避けて。危ないもん。おまけに上からは正確な砲撃。向こうからは見えないはずなのに。なんでマナナたちのいる場所がわかるですもん。瞳か。あの赤い瞳の力だ。それが僕たちの居所を知らせてるんだ。マジかよ。ランチ後ろ。くそ。またヘイジが。もろともかよ、ひでえ真似しやがる。みんな洞窟まで引くぞ。洞窟って？ここにじゃあ野ざらしだ。あそこなら上からの攻撃は防げる。引いた後はどうする？引いてから考える。らしくないな。余裕ないんだよ。どこへ逃げても無駄よ。ちゃんと見えてるんだから。黒い霧。あら、ヤンバー、こんな時に霧。うん、ま、この程度ならよってことはないでしょ。十分終えるもの。気をつけろ。この手は俺が引きつける。
どこか撃たれたか。いや、じゃあなんだ。敵の様子がさっきと違う。少し変だ。変って？戦闘が始まっても他の兵士たちはフォローに入らない。かっこバラバラに行動している感じだ。気のせいじゃね。最初は僕もそう思ったが。おい、ノア。ああ、俺もなんとなく。確かに動きが緩慢になってる。まさか。休憩できそうな場所を見つけたぜ。手加減はなしだから。おうよ、加減なんていらんねえ。ビッグインパクト。これでもっと戦える。エアハイグ。気絶強。クラッシュエッジ。バタフライエッジ。どうだ。クラッシュ。クラッシュアウト。この調子で攻め続けて。私の気を続けるから。よかった。体に馴染む。無駄遣いはほどほどに。少しお腹が空いたかも。使ってみようぜ。
く使ってみようぜ。ちゃんとできたね。早く使ってみようぜ。これぐらいにしておくか。強くなった実感があるよ。はっ。記録しておかないと。んじゃ、行くとしますかね。左手から逃げられそうだ。うまく追っ手を巻くことができれば。あっ、エセル、残念だったな。読まれていたのか、エセル。本当に俺たちのことがわからないのか。気持ちの悪いそのようなおぞましい姿で人語を話すとは、身の毛がよだつと言っている。
やっぱりダメか。おいおい、一体どんな姿に見えてんだよ俺たち。本人に直接聞いてみたら答えてくれりゃな。もはや逃げ場はない、覚悟しろ。邪魔なさするなら逃げる。逃がさないの。そこだ。そっちは伸びたって逃がさないのが相手になるよ。助かった。そっちは伸びたって避けられるか。俺が引きつけろ。もう一度暴れしてやるか。これ以上は引きつけられない。そこだ。相手になるよ。もう一度暴れしてやるか。邪魔なさするなら引き。これでどうだ。まだだ。
強すぎるぜ。さすがに白金を冠しただけのことはあるね。このままじゃまずいですわ。ミオちゃん、わかってるねえ。ダメだ。ダメって。あれは強力すぎる。エセルを殺してしまうかもしれない。でも梅雨払いは
合わせよう。様子が変だ。光が集まっていく。ノアとミオちゃんの時と同じ。あの姿、あいつと同じ。あの瞳、兵士たちを操っていたのはこいつか。メビウス。だがダメージは負ってる。いけるぞ。ダメージが回復していく。どうだ。また兵士たちが。まさか命の日時計か。あなた、いい感じしてるじゃん。命の日時計はね、メビウスであるこの私の思いがままなの。あなたたちにいかに傷つけられようと、そこに命がある限り、私は行ってきさ。じゃんちゃん攻撃してきなさい。できるかしら。攻撃を止めろ、ランツ、ユニ。バカ言ってんじゃねえよ。やらなきゃこっちがやられる。だけどコロニー4の仲間たちが。冷静になれノア。彼らはもう仲間じゃない、奴の糧だ。だけど。あなたたち兵士なんて、キラボシ大根よろしく。いくらでも入ってくるわ。代わりなんてその都度引っこ抜きゃいい。ダメージを与えれば与えるほど仲間の命が。何か止める方法は。もしかしたら。でも何、何か思いついたのねえ。命の日時計壊したらどうなると思う。どうって、
そんなの分かりっこな。まさか。だけどもし全員の命を奪ってしまったら、このままこうしていてもみんなやられる。二者択一か。今ここにある命、君だけに背負わせはしない。ミオ、さあそろそろ仕上げに入りましょうか。わかった、やってみよう。ラッツ、なんだ。あいつの注意を引いてくれ。引いてどうする。接近して命の日時計を破壊する。おい、そんなことしたら。これしかない、決めたんだ、全部背負う。バカ言ってんじゃねえよ。お前らだけに背負わせるわけいかねえっての。ああもう分かった、分かったから行ってこい。ユニ、援護だろ、任せときな。サヨ、セナ、お前らも頼む。了解だ。合図はそちらで。すまない、みんな、3つ数えたら出る。3、2、1、行くぞ。ま、そう考えるでしょうね。でも少々見えなかろうと、カスを打てば当たるのよ。カスを打ってパン。やばい。うわあ、ミオちゃん。そういうのやめよ。危ない。バカ野郎、なんでこいつらの狙いはお前だ。俺たちはいいから、行け。ランス、その姿、まさか。私もいるよ。セナもなの。それじゃ見つけた。そこね。あの野郎、ラッツ、もう持てないよ。ここで食われるぞ。バカなこと言わないでください。無駄死にです。いつか帰り、ヨランの判断は正しい。ここを抜ければ外に出られる。必ず生きてコロニーに。ナビさん、ナビさん。どこに行ったの。見えない、見えないもん。どこ
見てやがれ。こいつはいつの間に接近を。気を失っているだけらしい。そうか、よかった。ならあとはこいつをぶっ倒すだけだね。俺らの命をもてあそびやがって許さねえ。行くぞ。これが
許せる。やるじゃねえか。今なら行くぞ。みんな準備はいいか。おう、かわすぜ。やってみせる。ここで決める。ちょっくら頭を使ってみるか。この戦法で攻めるべきだ。成功させる。
最初は私。続けていくぜ。これでどうだ。まだだ。皆さん。放題しやがって、どんな顔してんのか見てやろうぜ。ああ。このマスク、どうやって外すんだ。お。こいつは。僕たちとはまるで違う。失勢感がこんな姿だなんて。シワシワ。ゲルニカに似てるね。老化ってやつ？どうかな。君たちは。そうか、すまなかった。ただ異形の化け物と戦っていたことしか覚えていないんだ。それが君たちだったとは。これが失聖感、こんな姿だったとは。消えてく聖人の銀時みたいだな。いやいやいや、こいつを送るっていくらなんでもおかしくないか。え、そうなの？そうなのって、ただの敵じゃねえだろ。そいつは兵士の命を奪い、僕たちを抹殺しようとしてたんだぞ。確かに二人の言う通りだけど、ミオも？正直どうかなって思う。そうか。結局やるんかい。今さ、この人の粒子が少し触れたんだ。俺たちと同じ感触だった。なら
やっぱやっとかなきゃな。ミオはケベスの人の粒子に触れたことある？私たちと同じだった。あの人たちも私たちと同じ思いで生きている。始めてしまったか。お人よしっていうのか、こういうの。仕事熱心とか。クソ真面目ですもん。天然でいいんじゃね。多分深いこと考えてないよ。そうすべきだからそうしているってか。わからん。同意する。ミオちゃん、悪いな、付き合わせちゃって。全然、役目だもの。うまく奏でられたかな。どうして？この前と同じですごく良かったよ。震え、まだ止まらないんだ。日時計の件。ああ、正直怖かった。でもあの選択のおかげで今がある。すごいよ君は。一人じゃ無理だったさ。軍務長！アグネス・武器を収めろ、ボレアリス。軍務長？状況は私から説明する。いいな、ボレアリス。はい。なるほど、確かに命の日時計はなくなっている。だが君らが言うような印は見えないな。どうやら私たちと君たち異なるもののようだ。そうか、すまない、巻き込んだかもしれない。謝る必要はない。特殊な状況ではあるが、戦い続けることから解放されたのは朗報と言える。そう言ってもらえると気が楽になるよ。私たちここにいても大丈夫なんですか？兵たちには厳命しておいた。君たち三人はアグヌスの人間だが、命の恩人でもある。朗報とはそういう意味だよ。居心地悪い。仕方ないさ。ごめん、私たちのせいだよね。謝る必要はない、エセルもそう言ってたろ。うん。
力を手に入れたぞ。新しい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 力を手に入れたぞ。ウロボロスの力、まだまだ強化できそうだね。